はいじゃえー、っと <laughs> さっきものすごく長くなっちゃった後にえー、っとこれですねこれの取,取っとかないとなと思ってえー、っとねあの指、ー、し方をちょっと昨日の昨日の夜というかま考えてどうしようかなと思ってその先さんはこう指した後にここを中を通すっていうやり方をしたんですけど じゃあそれも考えててでこの刺し子ちょっと気持ちを新たにあれどこだっけな、この積み木のここの順番順番を見ると外側は今やっててね最後ちょっと糸がギリギリ足りない感じなんですけどこので次が2番3番で行くんですよねで で一応僕もこのあのここずっとまっすぐ行くんじゃなくてこの中を通すみたいな話したんですけどじゃなくてここを差し終わった後にまあささんのやり方だとここの長めにとってはこっちに行くとかこ,、ねまあ、こっちにはいかんかなっていうのあったんですけどそれさっきのえっ、ー、と積み木の。 7かな、積み木の7で取ったんですけどえっと僕はちょっと昨日夜考えててここでもう完結させようかなって思今思ってます <laughs> だからここの長ここの、えっと、間を通して次に行くとかをしないで,できればこの1個で使う糸の長さをちょっと結構割り出してでここで縫って。 でおしまいこっちですねこっちえー、っとこっちをしておしまいこの1個飛び1個飛びでいくのでここを緑でしてあ若草でしてここを若草でして若草でしてでここを若草でして若草でしてても1個1個1個完結型で刺そうかなと思ってます。でこれががいいかかどうかがちょっとかいやり このやり方がいいかどうかちょっとわかんないんだけど、それでやろうと思ってます。えっとで、でですね、それの差し方を昨日考えたんですよ。でこれ用意してて、でペンペンがねえっとあれどこ行ったっけ？またペンもこれ持ってきててえっとね、で普通本来ならさっき見せたように2番二番だと横で行くんですけど、僕昨日夜考えたのが この刺し縫い縫うのが短いところこの本来なら2番からこういくんですけどじゃなくてこの短い刺し目の短いところを最後にした,いした方がこう1個刺した時に何て言うんですかねこう絡まってキュッてなりやすいんじゃないかなって思ったんですよね。 最初に短いやつをいった後でこうやっていくじゃないですかこうやってここまでここまでいっ,ここまで行った後に長いのを刺すとここの最後にこうやっていった時のここでここ長いのを刺すとなんかこうちゃんとうまく絡まってくれないような気がしてこう分かんないですこれ僕が僕なりに考えたやり方なんで 全然正しくないんですけど、なのかなーってちょっと思ったんですよね。で、えー、っと、でですね。<laughs> でどっから差し始めようかなと思ってるんですけど、これもね、いいのかどうかが分からないんだけど、ここから差し始めようかなと思って、こっ <laughs> 刺し始めは、ここ、こっから差して、 ここってここですねここは中を通す中を通して中を通してでここから出すここで出すで要は差し始めはここなんですよ出すだからここは中でこう,こ,うここは中でもうあ遊ばせるというかこう 絡ませるための糸、さっき三方式ですね。あ違う、<laughs> え違うどうだったかな、どうだったかな。こっから刺して絡ませるんだから。あ違う違うちょっとまたこれ違う <laughs> これ。これじゃない。あこれじゃない。えー、っとね、違った。<laughs> 間違った。 テイ,クテイク2だもうテイク2こっから出す、ね、でもう一枚用意したんです <laughs>、ね、でこれ裏移りするからこれちょっとこうしとこうテイク2さっきの間違いですえー、とこっから刺してあ違違う違う刺してここは中をくぐらせてこっから出すだごめんなさいこっから出す ここが刺し始め刺し始めで頭普通にこうこうこうですよねだからねその順番でうとこういってここは中,中ですねここは中を通してこういってここも中ですねこういって。 でいこうかなといって。かなでこういってここでおしまい縦のラインはおしまいになるじゃないですか。でこっからこっから中通してここで出して。 ここで出して。で、今度ここを行く、こう行く、うん。こう行くね。で、ちょうどここで終わるから。まさきさんの方式だと、ここを中を点点点点で。 中を点々点々ってしてここからまた同じことをやってもいいんだけど僕の場合はここでおしまいあそっかえー、とここはここですね後半はちょっと後半のやり方が違ったな後半のやり方ちょっとこれさっきの使い古しです後半は 説明できてないね後半はここ刺しここここ刺してここ中通してこっから出した方がいいのかな出してこっちにこうこっちにこうこっちからいってぐるって中通してこっから出してこの中の糸はこのここに点点点点って。 くる,くるじゃないですか。で、ここで絡ませる。ね。それでいい。<laughs> 伝わってるかな。伝わってるかな。だからスタートもこれちょっと間違ってるんですけど。えー、っと。これ間違いね。ここ。えー、っと、ここから差し。 ここから刺して刺して中を通してここで出す先の繰り返しですけどでここをここでこう絡ませるっていうスタートねこれスタートこれスタートでこれゴールゴール で道道筋はこう,こ,うこのさっき言ったこう言っての道筋で、ね、こう一応黒でわかんなくなっちゃったけどそうしてやった時に最後のまあ、さっきのあれですけどここの刺し終わりがこの目が短い方が糸と絡みやすい絡んで解けにくいのかなって僕なりに考えたんですねここのここの。ね。でえっ、ー、と。 話,変わ話は変わらないんだけどえー、っとさっきのこのこの刺した後にこうこうじゃないですかこれをちょっと裏の模様どんな感じになるのかなってシミュレーションした時にこうなる裏の模様よりはこのこう今分かります今のねこれ分かりにくいねこっちの方が分かりやすい。 こうやったやつを、こうなる。今、今分かったかな。で、このグレーのやつは裏、裏、裏、裏の目。裏の刺し目。で、またこれを、これを裏だけで見ようと思って出したのが、こうなる。裏は。多分。 この緑の緑じゃなくてこのグレーだけグレーだけを見た時に裏は多分こうなるはずなんですよでこれが横を立ててなっていって裏は裏で綺麗な模様ができるんじゃないかなっていう予想ですねはい <laughs> はい、はい、というかこれを説明したかったというかこういう指し方でいこうかなと思って思ってます ちょっっと僕これれ頭の中に入ててやっていくもうちょっとこれだからもうちょっとなんか綺麗に描いたやつをもう一回ちょっと手元に置いて毎回刺す時にそれ見ながら刺すとあの一回一回刺す時にバラバラになんないじゃないかなと思ってちょっと作ってみましたちょっと伝わらなかったかもしれないですけどもし伝わっててなんか参考になればとこれが設計して正しいっていうか正解じゃないので。 で、やってみようかなと。ちょっと僕は思ってます。はい、以上です。ちょっとここを考えます。ご視聴ありがとうございました。